今回はマルコポーロ使います。で、マルコポーロ、性能見たら源流封じついてるんですよね。だからドラゴンといったらもう私ここお任せよみたいな感じで、ミラカンで使います。で、ほとんどミラカンってドラゴンしかいないんですよね。この真ん中のやつ、真ん中のこのレザバリ貼っている雑魚以外にはほとんど全部ドラゴンだから、友情とかでほとんど消し飛ばすんじゃないかな、これで。で、エナジーソードもあれだよね、マーチの次にガチャゲンで出たんだよね、これ。で、これで友情結構刺さってるね、やっぱ。だからバハムートとかでも結構火力出ると思うんだよね。これで、はいはいはい、そしたら、ほら結構直殴りでも結構めちゃめちゃ入ってるんだね。そしたら、で、運営さん結構優しくて、重力これついてるんだよね。だからまあワープはないけど重力はあるから、まあ実質貴族性みたいな感じで、これで、はいはいはい、そしたら、結構やっぱ殴り結構入るね。友情もこれで友情もアクアドラゴンに結構入ってるけど、殴りの方がやっぱ結構ダメージ入ってる。これで友情で、ね、バハムートを普通に一撃で倒すのはもう実質もう森の林みたいな。これで、でこれでバリア壊して、これでエナジーソードでもう適当に暴れてるだけでも倒せちゃうんだよね。だからマルコポーロある人はもう余裕でミラカナ貸せちゃうね。これで、でバリア割ります。で、ちなみにめちゃめちゃ3体目だったかな、ミラカナのラックが今92なんですよね。だからこれで、ラック上がれば、ドロ率によるけど90何歩とかになるんだよね。だからまああと何回かやってれば運極になるんですよね。まあ100体くらいで、これで多属性は一発3万くらい。これで、よし、 OK。 彼方の楽園は俺たちが守る。で、多属性はやっぱ3万くらいくらうけど、まあやっぱそんな大したことないね。はい、
とこれだけで普通にバハムートを処理できるからね。あ、バハムートじゃねえ、アクアドラゴンで SS が壁に触れると貫通から反射に戻るから、貫通になって雑魚を処理してまた反射に戻るみたいな感じで、そういう仕事もできるんですよね。だから結構これで情報見聞録第2弾、まあこういうこともできちゃうだから。壁に触れると元に戻るから、これで、帰ろう。あ、やっぱり全てが雪つく場所へ。いや、エナジーソード結構やっぱ火力高いね。普通に強いわ。はい、よろしく、行ってみよう。